なんと15本目のホットバージョン。今回は日本一の名車 AE86 の大特集だ。楽しい86、愉快な86、とにかく速いの集めてガンガン攻めた。そしてドラテク、こうやって切ったらこうやって戻したいんで、自由自在に車を操るためのサイドターンを徹底特訓。初級者から上級者まで必見のテクニックだ。締めくくりはタイヤ。これ今女の子と遊んでるわけじゃないんですよ。服部、飯田にガンさんまで加わって、気になるスポーツタイヤを徹底比較。これから始まる74分30秒、瞬きしてる暇はないぜ。さあ、お待たせしました、ホットバージョンボル15。なんと今回のボル15は86特集だぞ。ね、やっぱりね、レビントレノってのはこういうこと言うんだよ。やっぱり速さだけじゃないのね、やっぱこう FR で楽しむ。いいね、なんかこれだけ集まってね、元気いいな、おめえら。イエーイ。やっぱ86だな、こいつら。やっぱりこれ身も心も86だよ、こいつらは。さあ、なんだかんだ言っても大井のバカ高しが来ねえな。あれ、また寝坊か。また寝坊してんだよ、あいつは。しょうがねえな。あ、なんかお買い物の、お買い物帰りの人が来たぞ。はい、君バチッ。なんだこれ。これはね、やっと登場したニューレビンです。レビンってのはこういうこと言うんだよ。いや、こういうね、歴史を振り返りながら、これだけいい素晴らしい車に出来上がったと。これは買い物に行くレビンだよな。おーれ、見ろ、帰れ帰れ。101を見るとそういう風になってしまうんですが、で、格好はね、あんまり変わって、あんまり変わってないっていうかね、そんなに激しくはなってないんですけども、これね、70キロ軽くなった。それは偉いな。でね、ヘリカル LSD もついた。ヘリカル LSD でね、スーパーストラットも進化してますし、これはね、結構見るべきところは多いんじゃないかと。あ、いいんじゃないの。5馬力アップですよ、5馬力アップ。俺はね、レビントレノってのはこういうことを言うんだよ、こういうことを。やっぱりね、レビトレってのは昔から、もう10年も20年も昔からシビックとの対決があるわけだよ、だからシビックと対等に走れないようではレビントレノとしては認めないと、こういうことだ。いや、結構いけると思うんですよ、これは。なんことは分かんない。いけるいける。だってシビックが軽くなったんですよ。なんかマーク2の出来損ないみたいな格好してるよな。ほら見ろ、ほら見ろ、ほら見ろ。とにかくちょっとシビックと勝負させてみましょう。いいよ。で、実力を見てください。シビックと勝負して、トントンに戦えるようだったらレビンとして認めてやろう。トントンだぞ。さあ、大井隆さんがそこまで言うんだったら、じゃあバトルをしてやろうじゃないかと。はい。ね。これで実力が分かるでしょう、レビンの。レビトレの相手はやっぱりシビックでしょ。はい。天禄王者シビック。始めましょう。はい、バトルだ。やるぞ。土屋さん。なんだ。シビックは向こう。あ、分かってる。俺はジャーナリスト。向こう。ジャーナリスト。ジャーナリストは常に新車に乗る義務がある、責任がある。まったくもう、乗れ乗れ乗れ。いつも苦労してますよ、私は。やるぞ。バトルの前にインプレッション。では、まあ、なんだかんだ言いながら新しいレビンが気になってたみたいだな。あ、いい足だ、いい足だ、これはいい足だ。いい足だ。さっきとしたいい足だよ、これ。お、これシビックよりエンジン速いかもしれない。8000まで回るじゃん、トヨタ。やるな。 ABS のリコーダー、こりゃ。アンダーが出てる時間が短い。アクセルを入れられる LSD、 これはもしかしたら FF の王者になっちゃうかもしれない。お買い物車から FF の王者に格上げされたレビ。さあ、どうだ。スタート。バッチリタイミングを決めたオイシビックが出た。しかし、レビも食らいつく。あ、これ早い。よし、さすが直線はこっちのものだ。さすがは170馬力の VTEC パワー。ストレートで負けるはずがないと思ったところが、ほらほら、ほら、あ、その気になってる、ほら。あ、その気になってる、ほら。やっぱりレビンはレビンだな。もう86で終わったな、あの時代は。
上りヘアピン、明らかにレビンが優勢、ロール量が少ない。お LSD がほら前進んでく。あ、エアコンなんか入れちゃおうかな。大井さん、あ、大井さん、大井さん一生懸命走ってるよな、嬉しいよ。さすがの大井も男には騙されない。レビンの速さに気づいて無言の真剣ドライブ。お、そこ、ここもちょっと速いな、向こうのは。エアコン入ってます。大井さん焦ってます。レビンの動きはとにかくシャープだ。まあ、エアコン入れてると立ち上がりが遅いね。どうだ、エアコン切ろうかな。アンダーだ、すぐアンダー。ABS が2台ほとんど同じポイントでブレーキングしているにもかかわらず、この差レビンはすごいかもしんない。アウトアウトアウト、エアコン切っちゃおう。うわー、シビックより全然速い。俺エアコン入れちゃおう。うわ、くそ。そんなことしたって無理だね。バカめ。どうして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 、あ、運転が乱れる。加速が良くて足がしっかりしている上にタイヤまで違う。シビックに勝ち目はなさそうだな、こりゃ。いただきだぜ、エアコン切るぜ。ついにドリドリが本気を出した。大井シビックをどこまで離せるか。LSD はじわーっと入れる。エアコンは切れてる。ここが向こうが立ち上がる。早いな、早いね君。しかしこのシート全然ダメ。だんだん機嫌が悪くなっていく大井次長を尻目に、土屋レビン、グワングワン攻める。はい、レビン、レビンが、恐るべしレビン。はい、はい。土屋選手もびっくりするほどの速さを見せたレビン。ベストタイムではシビックを2秒近く離した。速い。まあ、あのね、俺ホイールスピンして出だし、あ、まずいと思ったの、うん、そしたらね、ホイールスピンしても負けないの、はいはいはい、俺っていうぐらい、うん、でね、シビックとのね、もうその差を見てみたんだけど、コーナーのね、ターンインでまず遅い、うん、でブレーキングでアンダーが出てる。これブレーキングでアンダー出ないの、はい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 、ちょっとそれはね、突っ込みすぎちゃったのと ABS がね、変な風に引いちゃう、うん、だから ABS 切れるとずーっと行っちゃう。この ABS 頭いいよ、ね、なかなか。あと TCS が効いちゃってたっていうのもね、最初のうちはちょっと問題だった、はいはい、でもね、シビックっていうのはこれシートもバケットシートになったっていう話もありますけども、うん、でも全然良くないんですよ。だから体がホールドできなかったりとか、うん、あとドライビングがもうちょっときっちりできればなっていうところは残されてると思う。足もふにゃふにゃだしね、加速が。だからこれは本来のシビックの性能じゃないんです。そんなことはないよ。ちょっともう一回え、もう一回やりましょう。もう一回、本当のシビック持ってきますから。ちょっと、あ、本当のシビック、ほら、本当のシビック出たよ。なんか、え、本物のシビック。どうせさ、スプーンシビックだから持ってくんだよ、スプーン。まあね、確かにスプーンシビックを持ってきたわけでありますが、これはね、いつものバリバリチューンとは違います。さっきのはね、TCS はついてる、ABS はついてるわ、ね、カステラもパワーウィンドもついてるわ。これをね、スパルタンな本来のシビックの試合にしました。で、本来の、シビックで余計なもんがついてない、プラスちゃんと運転するためのバケットシート、それからステアリング、それからあとね、このふにゃふにゃな足をちょっと変えるためにダンパーだけ変えてます。
まあこの程度でね、シビックはね思いっきり速くなります。おじいさんと森の仲間たちみたいだな。まあ向こうがだな、なんか本当のシビックとかなんかわけのわかんないことをうだうだ言ってるからさ、あの本当のレビンっていうのはこっち出してやらなきゃまずいな。まああのなんか本当のシビックだとか嘘のシビックもあるらしいな。なんか嘘のシビックはホンダで売ってるみたいだぞ。なんか本当のシビックはあのなんかスプーンで作ってるみたいだけどな。こっちはじゃあフォークを出してきてな、本当のレビンを出してやろうじゃないか。これはあの解体屋にゴロゴロしてるパーツでこう組み上げたやつだから、そんなにあれほど差がかねえんだな。よし、これで勝負だぜ。イエーイ。バトル2は突然変異、変な対決になっちゃいました。まったく土屋さんも何を持ってくるかと思えば、86だって。どれのフェンダーなんか板金だらけ。ちょっとまあロールパン入ったりとかいろいろチューニングはしてありそうだけど、 S タイヤも入ってるけど、ちょっとねこのシビックには勝てないでしょ。早速スタート。土屋トレノ、 S タイヤのせいか謎のチューニングのせいかダッシュが早い。ストレート結構速いな。シビックはなんか50万ぐらいかかってるんだよね。これなんかもね、買いたい屋で買えばね3万円だったな。何が3万円なのかは別として、土屋トレノ結構いい走り。お、何あんだね。S タイヤだからね、1周目はタイヤ冷えてます。早いな。ぶっちぎれだぜ。なめんなよ86を。お、なんだ、おい、なんか外れたぞ。お、生き返った。突然一休みしちゃうシビックに対し、トレノは突然固めパッチリ。86ちゃん可愛いって思ったやつは立派な変態。楽勝。あれあれあれ、どうしたんですか。来たな、来た。あんな行き過ぎてやんの。俺も一緒に行き過ぎちゃった。このね、でもちょっといじるだけでこれだけ面白くなるこのシビック。スプーンも偉いけどね、シビックは偉いんだよ。カッコつけがって、カッコつけがって、カッコつけがって。早いだろう、86だよ。さっきのドアンダーで2台の差はぐんと縮まった。さあここからが勝負だ。危ない、あ、危ないよここで。あ、スプーン号リタイア。これで土屋号の勝ちが。何やってんの。なんだこれ、左フロントタイヤがおかしいぞ。左フロントタイヤがバーストか。なんと2台ともリタイヤ。何これ。まあこういうわけだ。スーパーチャージャーって書いてあるじゃないですか。いや、あのうちのばあさんちの鍋持ってきただけだけどね。知らない。どこが来たんだ。こんなチューニングしてたら速くなって当たり前じゃないですか。買いたい屋からさ、3万円で92のスーパーチャージャー買ってきてつけただけだもん、これ。あ、それでほとんどいいじゃないですね。3万円、ええ、3万円買いたい屋で、うん、さあどっちが楽しいかな。次のバトルへ行きましょう。そこまでやるんだったらこっちも考えますよ。あ、なんでも持ってきて結構よ。わかりました。86で十分だ。86で十分だよな。覚えてるの？覚えてる？覚えてる？
まああの86に歯向かおうなんてあの根性が気に入らねえな大体な。うん、まああのスプーンシビックだったらあのレスポンス重視のスーパーチャージャーで十分だろ。ということで、まあ次はああいうあの大バカ野郎だから何を持ってくるか分かんないから、次はターボだよ。ターボなんてだってターボだよ。86は何でもあるんだよな。多分ああいうああいうやつはね、化け物車持ってくんだよ。なんか86にさ、なんか大人げねえやつだけど、まあとりあえずはなんか来たよ。あ、あなんか3リッターターボなんか持ってきちゃったりして 1.6 リッターターボダメだよみたいな。いいのかな、ノーマルだよ。ノーマルで十分でしょう。280馬力だし。これ20万円の車だもん。ね、ほらタイヤも山がない。賞味期間しよ。もう酸っぱくなってるけど十分だよ。まあとりあえずね、こういうちゃんとしたスーパースポーツカーの実力というのを思い知らせてあげようじゃないか。大人げねえやつね、こういうやつでさ、ガキの頃さ、やっぱ現実は知らないとね。ガキの頃さ、親から50円の水鉄砲買ってもらったら、隣んちのあの金持ちの息子が200円の水鉄砲買ってたみたいなさ。まあ86でやっつけてやろう。うん、バトル3はすごい車対すごくした車の戦いだ。他のマフラーが出てる。ブレーキ松田って書いてあるし。さあスタート。おお、早い早い、何それ。余裕でコメントする大井に対しドリドリは無言。これ結構マジですよ。バイバイ。あ、やっぱりマジだ。はいえな、これしかし強烈なドアンダー。ちゃんとタイヤも空気入ってるの。この上りコーナーこっちの方が速いってことが分かったな。わっしょ、圧力を舐めるな。S 字からヘアピンでスープラがぐんぐん飛び上げてきた。しかし立ち上がりは86が速い。大井次長無言、マジ楽勝だぜ。こっちも相当マジ、結構プレッシャーを感じてるみたい。オーバーステアを出さないように出さないように。さあ来た来た、インに並んだ。突然ドッカンターボです。向こうはアンサーが強いな、この車が。しかしストレートが速い。あっという間にスープラとの差が開く。多いスープラもギリギリ。あまりのアンダーにサイドブレーキを使い出したドリドリ。そんなことして速いの。この辺はね、さすがにシャーシー性能でこっちが勝りますが。あ、猿が木から落ちた。本当にあんた強いな、これ。なんといってもストレートが速すぎるな。ここは少し間合いを空けてって、この立ち上がりのこっちの速さを生かさないとな。しかし追いつけない。あんたが強い。めぐれ早いだろう。
さえ良くすりゃね、ちゃんと速い車だよこれ。ターボがかかんない分早くからアクセルを踏む。一瞬のミスも許されない本物レースっぽい展開になってきたこの対決、2人のドライビングに注目だ。おっと、土屋レビンが突っ込みすぎた。おい、スープラが来るぞ。よし、今だ。しかし届かない。大井はまだ諦めてはいない。やっぱりセカンドだ。さあ、バトルはファイナルラップに突入。くそどんどん乗りにくいマシンを乗りこなしていってしまってるな。残りあと半周。ターボパワーを 100% 味方につけたドリドリに、もうスープラの付け入る隙はない。あ、すごいな地獄。土屋レビン見事に5ラップのバトルを制した。いやー、なんかさ、昔の俺みたいで貧乏人がせこ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 金つぎ込んでた。いいね、お釣り。どうだ、思い知ったか、おい高志。圧力の実力はこうなんだよ。二台へドリフトしちゃいましょうね、なんて言いながら。まあね、圧力を舐めちゃいけねえな。うん、圧力をな。えらい。じゃあね、ちょっとね、今度は舐めないで、舐めないで神経勝負してみて。まだやるわけ。うん、ね、ちょっと一回勝てないとね。まだ懲りないの。一回勝てない。まだ懲りないの。さっき勝ってないからね。何も言ってもいいよ。じゃあ究極の対決で、うん、こっちもちょっととんでもねえ86があるからな。イエーイ。さあ、最終対決を迎えます。はい、究極のバトル。究極のバトル、これだ。何、レーシングカーじゃないですか。汚ねえ野郎だ。なんかほら、エスプリの600馬力 GTR だよこれ。ねえ、86200馬力だよ。いやだな、それでレースクイーンまでなんか連れてるよ。ほら、たかし。あら、エリちゃん太っちゃったのね。たかし、キララちゃん。汚ねえ男だ。こんなことしなきゃ86に勝てねえなんてさ、情けねえ男だね。やだやだ。お、なんだ、おい、こいつやっちゃえ、こいつこいつ。やめてよ。これはたかし。勝ってね。こいつが究極の AE86 L2 レース用のレビンだ。ド派手なオーバーフェンダー、ぶっといレーシングスリックはド迫力。形式さえ変更しなければほとんど何をやっても OK という足回り。そして排気量こそ変更されていないものの、急旋回転で200馬力オーバー。
1万回転まで許容する究極の 4AG グループ A どころではないチューニングを受けた、まさに最速の86。そして対戦相手エスプリ GTR、 外観の変更を極端に控え、ちょっとした走行回収用くらいにしか見えないが、中身はモンスター。エスプリオリジナルの車高調整式サスペンション、580馬力を発生する RB26DTT、 まさに羊の皮をかぶった狼だと言えよう。ステージは東コースに移されフォーメーション開始。今回の究極対決は L2 マシンの駆動系保護のためローリングスタート方式とした。さあ最終コーナーを上り、グリーンフラッグを確認したら全開スタートだ。なになに、そのまま行っちゃうの？ねえ、その来たね。問答無用でスタート。土屋 N2 のインチキローリングに出遅れた大井 GTR、 大切なストレート1本を失ってしまった。あんな汚い。まあ相手は高が200馬力。差を広げる土屋 N2、 しかしこの先は上りストレート、580馬力が来るぞ。よし、エスプリゴ早い。あっという間に N2 を捉えた。しかし前には出れない。ノリノリ、全く無言、一言も喋らずに真剣ドライブ。相手のブレーキのペースに乗せられちゃうと、こっちはノーマルカーだからな。2台の差が広がってきたぞ。86になると突然真剣になっちゃうんだから。ファイナルラップ、大井 GTR にチャンスは巡ってくるのか。攻める2台、 100% マジの走りだ。ちょっとタイヤのキャパ不足が出てきたな。パーフェクトに3ラップをこなした土屋選手、580馬力のモンスター GTR を86でぶっちぎった。いやー、俺のあの十何年前かな、12年前かな、86であのスカイラインをやっつけた時の気分だね。なんか構えて後ろ最高だぜ。86をなめるなよ。さあ究極の対決終わりましたけど、ちょっと86とレーシングカーということでマジになっちゃったからね、俺がね。うん、やっぱり敵に、敵はほらナンバー好きだから
少し甘やかしてやればよかったかな。せっかくもうこうやってっていう熱いバトルを見せようと思ったのに、200馬力だとか600馬力だとか言っても、うんうん、やっぱりトータルバランスなんだよ。そうですよ ねやっぱり FR FR に限る。まあ今 FR がね少しずつ復活するんじゃないかって、まあ、願望も含めたスクープってのはいっぱいありますけども、まあ帽子でもね、うん、ホンダがなんか FR 復活かも。そうでもあの味だとかそういうバランスだとかとか FR って一体何がいいんだろうかっていうところで、なんだかんだ言ってもさ、86がノーマルで出たけど、うん、ノーマルじゃちょっとヤワで乗れない、うん、そうすると究極はアフターマーケットを調べるとここまで仕上がっちゃうっていうね、うん、N2 まで、うん、これがやっぱり86の良さですよ。だから結局なんかねそういう味だバランスだじゃなくて、この どこまでもいけるぞとかね、それからあとやっぱ弾ける青春のパワー与えられると、その辺ですよね。やっぱりね、うん、FF には与えられないんだよ。パワーオーバースピアになんなしちゃやっぱ車じゃない。なんだかんだ言っても86だよな。ドリフトキング土屋圭一はいつでもどこでもどんな車でも自由自在にドリフトを決めまくる。このスーパーテクニックをマスターしたいという人のためのドリフトテクニック入門、ドリキンを目指せ。よし、アクセルコントロール、アクセルコントロール、アクセルコントロール。ああ、ダメダメ。しもう一回やってみろ。さあ、それではドリフトテクニック第3弾ということでね、はい、前回不評だったね、なかなかね、参加者が下っぴーすぎるっていうね。そう、今回はちょっとレベルが高いかな。うん、まあ舗装でね、みんなできなくなったっていうのがなんでかっていう原因を究明しながら、まあとにかくできるようにね、本当にしてくれるんでしょうね。今回の第3弾は舗装でドリフトができるようになる。参加者はこの3人。今回はドリフトの立ち上がりをきれいに立ち上がれるようにマスターしたいと思います。今日は前回できなかったドリフトのアクセルコントロールと、ブレーキングのコントロール勉強したいと思います。でっかい加藤、もうズバリ早いドリフト教えてもらいたいです。お願いします。今回の教習者は K オフィスチューンの S13、 コンピューター足回りなどをいじったライトチューン仕様、機械式 LSD も装着されている。ではそれぞれ自分の車で走りの実力チェック。コースは今までのドリフト入門のテーマを元に決定。まずは藤原からチェック。こいつの割り口はね、クリップの手前からアクセルを踏むっていうこと、それでアンダーを出してね、自分で。次は宮本。自分の GTR はクラッチズルズルで走行困難なため教習車での走行となった。彼の場合は3つだな。まず自分の車でやること、次に、振り返すタイミングのアクセル、J ターンでの、向きを変えるきっかけだけのサイドブレーキを使う。以上。そして超元気な走りをいきなり見せてくれたでっかい加藤。さすがは自称松の城だ。あいつの車は4ポットがついてる。嘘。もうこれはうまい部類に入るよ。だからあとはもういかに練習量を増やすかっていうだけで、練習さえすればもう綺麗にできるような雑なだけで、雑だねちょっとね。うわドリフトできるぞできるぞみたいな、ラインはでも全然違うぞみたいな、そういうアウトインアウトのドリフトっていうのは練習すればできる。ザーザーブリブリの雨。さあそれでは雨ということで企画内容を大幅に変更。え、彼らがですね、自称 A 組のつもりだったのが B.C 組だったっていう。はあ、で、ドリフト構造なんかでもですね、ドリフト大会全国大会レベルでもやっぱり雨になると普段ブレーキングドリフトしてるところでもできないもんですからね。はあ、こういうことでですね、サイドブレーキを 120% 使いこなせる、こういう企画に変更したいと思います。はい、それでは藤原くんスタート。好きなように運転してみな、好きなように。普段のお前らしくていいよ。すいません。慣れない車ということもあり、あまり走りの冴えない藤原。しかし徐々に決まってきたぞ。結構やるじゃん。今回はアクセルガイドインジケーターも装着。さあ操作に注目。
そこまで あのエンジンの音は得なくてもその半分ぐらいのエンジンの音でちゃんと滑ってるんだから。はい、はい、続けて。はい、一気に滑らそう滑らそう、今のも一緒なんだよ。お前のは必ずケツが振り出してサイド引いてケツが振り出してからブーンっていうブーンの一番高いところがアクセル入れすぎてんの。はい、そこまで踏まないでその半分で滑らしてみな。はい、アドバイスで頭が完全バースト状態の藤原、スピンの連発。藤原ちょっとこっち戻って。はい、大井ちゃんの横に乗ってみな。はい、大井道場特訓開始。アクセルワークに注目。ちょっと待って、お前のはこういう音になってないの。同じ高さまで回転を上げる時でも上げる位置が違うんだよ、お前のと大井ちゃんのとへ。で上げる時間と上げてる間の時間。はい、ここではハンドルとアクセルの連携を見てほしい。大井の場合全体的に操作がスムーズであり早め早めで行われている。しかも操作量が少ないのが特徴。続いて藤原、はい、大井に比べて特にステア操作が急激、加えてカウンターの遅れ、アクセルの入れすぎなどが問題。それでは大井次長の走りをスローモーションで見てみよう。ハンドルを切り込みサイドへ、そしてハンドルを戻しながらアクセルを入れている。ポイントは常にリアの流れと相談しながら操作をすること。タイミングさえつかめば全ての動作がゆっくりでしかも少なくて済むのだ。さあ藤原練習再開。しかしまたしてもスピン。まだアクセル入れちゃってるっていうことですよね、スピンするっていうことは。あとサイドブレーキの、ね、サイドが長すぎんじゃないか。てかあのハンドル切るタイミングを少々遅らせたんですかね、はい、サイド引くタイミングを早めるっていうか。豪を煮やした土屋師匠、自ら道場特訓。俺が引いてる量ってのは、はい、これだけだよほら、はい、そうするともう脱出方向に行くだろう、はい、脱出方向に車が向くだけの量、はい、ほら。それでは外から車の動きを見てみよう。サイドだけで回す量は意外に少ないのである。こっからアクセルにつなげてるだけのこと、はい、ほら。アクセルにつなげてるだけ、はい、再び藤原の練習再開。あ、こっちだと回っちゃいますね。だからそことこっちじゃ雨の量がそれだけ違うってことだよ。あと下りなんだよ、はい、そっちは。わかりました。踏みすぎてんの。どんどん悪くなってくる。あ、全然ダメだ。さっきのサイドブレーキがどれだけ効くか分かってねえだろ。で今回今日はできるまであの返さねえっていうのはありますんでね。ちょっと土屋さんに僕はあの向こうで教えてこいと。2つの勢いいらないんです、ね、あのタイミングさえあればね、勢いなんか本当に10キロ出てればあれるんだから、それはちょっとこれから特訓してきます。さあここでドリフト通信教育講座、サイドターンをまずは基本から覚えてみましょう。まあ練習方法としてはまずはサイド引いてみる。このね、あのゆっくりしたスピードでいいですから。でストレートでそのまんま誰もいないところでまっすぐのところでぐるっとどこまで引けばお尻がロックするか。でそしたら今度はそこでハンドルを切ってみる。基本的な順番はですね、ハンドルを切る、クラッチを切って、それでサイドを引いて、でサイド戻してクラッチをつないでっていう状態ですね。30キロ、とにかくゆっくり操作すること。そして速度を50キロにすると藤原と同じスピンになった。腕力がない人、お尻が滑りにくい場合、これはですね、ブレーキをちょんとかける。そうするとこういうふうにちっちゃく回れる。
このチョンブレーキは土屋師匠も使っているようにサイドターンをより正確にコントロールする高度なテクニックとしても使えるのだ。あとはこのなるべくね、小さい力で小さい打角であっさり回れるように、これはもうタイミング命ですから、そこを磨いていく練習あるのみです。さあドリフト特訓に戻ろう。ほぼ9大点を与えられた宮本、中で何をやっているのか見てみることにしよう。あ、すみません、ちょっと今のはお前ね、回し方がダメなんだ、ステアリングの。そうですか。どう交代。いきなりボロが出た宮本と言いながら、難しいのがステアリングワークだ。下から送っちゃダメなの、ハンドルって。こうやってあって、こうやって回して、これだけで済むんだよ、うん、な、はい、だからこうやって切って、こうやって送るんじゃねえんだよ、こうやって送ったら遅くなっちゃうんだよ、こうやって切ったらこうやって戻しちゃいいんだよ、うん、頭じゃ分かっているけど体が動かない宮本、あとは練習しまくって自分のイメージに近づけていくしかない。あとはカウンターってアクセル1点にしろ1点に、そうだ、そうそうそう、楽だろう。楽です。お次は基本はバッチリのでっかい加藤、特訓開始。どんなもんでしょうか。うまいけど、ここの審査員席のコーナーをもうちょっとアウトから入ってみな。早めにインに入りすぎちゃってるから出口で外へ飛んでっちゃうんだよ。もう動きは分かってますよね、うん、まだ早い、まだ早い、もっと奥まで来て切り込むんだよ。来ます。あー、2足だった。審査員席の前は一番のうまい、クリッピングポイントの、クリッピングポイントにある一番出っ張ったあのパイロンを倒すぐらいに行くと、本コースに出るとちょうどいい。あの縁石にタイヤが乗るような感じで。そう、オンさんには負けないぞ。うまい、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 よし、うまい。今のは大井隆よりうまい。ということは一番うまいところが。Jターンはお墨付きをもらった加藤。しかしこのコースの難所は8の字の2本目と次のパイロンへのコントロールなのだ。大井さん引いてしまいました。ドスコイ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 。もうちょいもうちょい、はい。パイロンから離れちゃうんだよ。はい。2本目綺麗にやってみな。クソ、見ててください師匠。うまい、うまい、うまい。100点満点だ今のは。うまい。ドリキンの名をもらいました。まだ無理だ。よけろって言ってますよ。ああ、ほら、だから無理だって言っただろ。これがアマチュアとプロの差。うん、プロはああいうところでもカバーしちゃうの、ごまかしてごまかして。素人ってのは失敗か成功かどっちかだ。あ、うん、大井さんの横に乗りたいな。お、100点。誰が最初から上手にやれっつったの。誰がそんな最初から上手にやれって言ったの。はい、難しいんです。バレーボーイ風にやれって言ったでしょ。大井さん、僕に対抗意識を燃やしてるんです。でっかい加藤の場合、2本目手前のラフなアクセルオフに問題がある。大井次長とじっくり比べてみてほしい。またその後のリカバリーも遅く、スピンしてしまった。途中で踏んではいるんだけども、記者さんが踏んでけ踏んでけって言ってるんだけども、そこでも踏んでけの中にもコントロールがあると。はい、ちょっとアクセラ乗っけておいて
でちょっと多めに振っといて、ここでも合わせてやる。ね、今みたいにちょっと振りすぎたってでも後でリカバリーできるじゃない。はい。前へ進むドリフトと横に進むドリフトで違うの。だその辺が、俺はドリフトなんか簡単だってやってるやつでも、前に進んだ速いドリフトがどうかな、大事なことは。バレーボーイは大井隆をバカにしてるけど、こうやって乗ってみると分かるけど、まずスピードが違うっていうこと。前に進みながらの速いドリフトかどうか、うん、ドリフトなんか誰でもできるんだと思っても速さが違うんだよ。あ？ちょっと何さあ本当にちょっと再びトライ。今の2本目は、はい、なんでアクセル戻すんだ、綺麗にふーっと戻ってきたのに、うん、ケツがねついてきたのに、なんでアクセル戻すんだ、このバカ誰が。いや、パイロンが真正面に来そうだったので。いけんだよ、今ので。こう戻すのをこのぐらいで止めとけばいい。いけんだよ、お前。はい、続けていきます、はい、師匠。あ、ダメだ。なんでや。よし。このアドバイス後、スピンを繰り返しながらもだんだんパイロンの近くを回れるようになってきたでっかい加藤。そしてこの2本目はちょっと大回りだが、リカバリーは速くなった。その次のパイロンへのコントロールもほぼ満点だ。オッケー、オッケーですか。オッケー、オッケー、オッケー。大井さんにちょっとだけ負けてるちょっとだね、タイム測ったら 2,3 秒違いそれ今度したいですね。今度今度打倒大井さんです。これはうまいな、上の中ぐらいだな。うん。さて、大井特別特訓を受けた藤原から一言。まあ、パイロンに近づいてからサイドを引いて、でケツが滑り始めてからこう下ろして、それでこうアクセルをちょんと踏んで、こうカウンターも少しの量でくるっと回るような感じで。もうバッチリなんとかなります。まあ、この雨の中皆さんご苦労さんでしたって感じなんですけども、はい、最後にね、今日の、まあ、特訓の意味っていう感じで一言皆さんに分かるようにして。まあ、特訓の意味としては、バレーボーラー加藤ですけれどもね、はい、やっぱり速く走りたいっていうことを目標に走ってると、はい、だけど速く走るっていうことに関してはやっぱり事故ってほしくないし、はい、体を守ってもらいたい、うん、その部分で速く走ることによってリスクが当然どん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 増えてくる。そのリスクを一つ一つ克服していくには、何かあった時に何かできるドライバーになってなきゃいけないということでね、うん、このドライビングテクニックをどん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 磨いてもらいたい、うん、そのためにダートからやってきたわけですけれども、やっぱ舗装の上をね舐めちゃいけないですよ。そうですね、ダートでねちゃんとできるとか、パイロンなんか簡単だってやっても舗装の上来て同じことはできない、うん、ましてや今日は雨ですから、荷重移動が非常に難しくなる。パイロン1本の180度ターンぐらい俺だってできるわいいと思ってる人は多かったと思うんですよね。でも今日はね、そういうただカウンター当てて回ればいいっていう、ね、そういうレベルじゃやってませんから。そうですね、まあ、こういう風にどん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 練習していく、で下積みを積み重ねていく、いきなりドリフトはできるもんじゃないっていうことが非常によく分かっていただいているのではないかと、このように思います。土屋圭一の手は一枚の刃物、無駄にはしない、大切にするっつったよ。そう、まあちょっとこれは僕が言いましたけども、はい、いい質問が来ます。タイヤについての質問。土屋さんは M7 がいいと言っておりますが、いいよ。服部さんは G グリッドがいいと言っていました。いいよ。一体どちらを信じたらよいのでしょうか。まあこれはいい質問ですね。これはね、やっぱり服部は服部で自分でその G グリッドなんかのね、うん、テストなんかにも参加してたと思うの。で俺もやっぱりその M7 を作っていくときに自分の意見をどん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 言ってたし、背負って立ってますからね、うん。だからそういう部分では、まあそれお互いにね。その気持ちが入ってるわけよ、そのタイヤ作りに。
だから服部は服部でやっぱりこういうタイヤにしたい、俺は俺でこういうタイヤであってほしい、そういうね思いが入ってるから、ええ、だからやっぱり間違いじゃない、今までねそういうので例えばそこにダンロップがあれば、まあ、ダンロップもダンロップでいいんですよみたいなの、みんなね比較とか言いながら比較をしてなかった、うん、だからそういうのってこの業界やっちゃいけないんじゃないの、いややっちゃいけない、今までやってなかったみたいなんですけど、でもねもうこの際やるしかないんじゃないかと、これめちゃくちゃだね、ホットバージョン頑張ります。というわけで今回は国産5メーカーが世に送り出しているお手頃スポーツタイヤを一気に集めてタイムアタックとバトルをやっちゃおうというもの、題してタイヤは性能で選べ。これはでも真面目にやるよ本当に、こういうことはね、うん、業界初です、うん、責任問題になんなきゃいいんだけど何やってんの責任やってきてテストに臨むために用意したマシンはプレス対抗レース用のロードスター、エンジンは全くのノーマル、足回りブレーキホイールも全て同じ仕様とした。それでは各メーカーを担当するドライバーを紹介しよう。横浜担当はアミちゃんのネオバです。僕のグランプリ M7 です。バッチリだぜ、ぶっちぎりだい。ホットバージョン久々登場の中谷選手はトランピオン。最近こういう若い子を見るとね、うちの娘を思い浮かべちゃってね、なんか抱っこしたくなっちゃう。ダブアン、そして RSV は飯田明選手。今回僕だけ女の子いないんですよね。大井次長はハルケン。V グリ、G グリは服部選手。はい、ということで今日は彼女をインプレッションしたいと思います。違うよねというわけでね、いっぱいドライバー、いいドライバー集めてますんで、皆さんの話をよく聞いて、皆さんの走りをよく見て、自分に合ったタイヤを探すと、ね、タイヤは性能で選ぶ決まりですよ。まずは各メーカーごとに新旧タイヤを比較インプレッション。でもリアは結構滑りやすいかなって気がするね。回答性は結構多い、ブレーキングもいい、初期高くもいい、その後の反応がちょっと鈍いかなって。なんかそう、さっきのやつの方がクイック感があっていい、こっちの方がなんか皮を食われちゃうっていうか、ゴムが柔らかい感じがするんだけど、なんか粘るっていう感じはするんだけど、それは逆に皮を食われてるのかなって。さっきの方が剛性感が固め、こっちの片屋の方がそのショルダーなんか柔らかい感じがする。まあ、基本的にね、ちょっと19550ってことで、ノーマルのロードスターにはちょっとオーバーグリップかな、ちょっとつま先立ってるような打が大きくなってきたりとか、スリップアングルが大きくなったところでちょっとだらしなく滑っちゃい気味かな。ほらこの辺のね、粘りが全然違うでしょ、さっきとは。さっきはカクンブワンっていう動きだったけど、うーっていう動き。こっちの V グリッドはね、ちょっと入り口の時のこのよれっていうかね、ちょっと気になるね、うん、あとグリップも決して悪いレベルじゃないけどね、この辺の U の スのノーマルクラスにはちょうどいいかもしれない。ただちょっとリニア感っていうところでは、一歩かなと。この辺の回答性はすごいいいね。気になったところは、V グリッドで滑り始めがちょっと気になるかなと。 G グリッドはそこはねすごい綺麗に出る。で、あとのコントロール性自体はそんなにね大きく差はないっていうか、もうちょっとパワーが出てくると、パワーのある車になると、多分その辺もう少し差が出るかもわかんないけど。この時タイムアタックを見つめる一人の男がいた。1コーナーみたいに定常的に回るのは結構早いんですけどね、ヘアピンみたいにこうブレーキングからターンインのそのカット領域って僕ら言うんですけど、その部分がちょっとギアがリバースして大きくて、そこだけちょっと難しいかな。アミのパンツは黒だぜ。
感じだよね。ほら変なこういう挙動起こさないでしょ。M5 履いてから M7 履くとね、うわーこれワンランク上のタイヤだよっていうのがこれ絶対にわかるよ。もう走り役なんか一発でわかる。これ素人でもわかるよ。このグリップ打角を与えた時のね、グリップは。でもってさ、そんな変にパワーが食われちゃうようなハイグリップじゃないんだよね。お次は各社新モデルのタイヤを履いてバトルテストに臨む。最初はグー。グリッドは横一列、公平にじゃんけんで決めてしまいました。1番電話番号は何番？バカじゃねえ。俺2番。生まれと育て麻布10番。うまっ。4番です。天下の BS はポジション選びません。さあスタート30秒前だ。あれ、後ろからなんか変なのが来たぞ。タイムアタックを見つめていたのはこの人、ガンさんこと黒沢元春。ホットバージョン初登場だ。一体何を企んでいるのか。世界一危ないおじさんも加わりバトルスタート。スタートで出遅れたのはドリドリと飯田選手。エンジンパワーが同じだけにここで差がつくのは痛い。うわ、もうスタートか。あら、そんなに締めないで。大井ファルケンはジャンケンポールのプレッシャーをものともせずトップに立つ。さあこのまま抑えきれるか。来やがった、母さんが来やがった。畜生。なんか怖いです。後ろでブレーキロックして脅します僕のことを。バックストレートではワンメイクならではのスリップ合戦を展開。土屋 M7 最終コーナーでトランピオに迫る。バルキを抑えれるか。いただき。ファルケンに BS が、そしてトランピオに横浜が襲いかかる。土屋 M7 インを取った。危うしトランピオ。しかし中谷トランピオアクセルベタ踏みシフトで立ち上がりにかける。ああ直線が速いよ。どこやろ、なんでそんな直線速いの。ねえ、ずるい。圭一が4番目。おお、危ないのがいるな。みんな突然中谷ロードスターに原因不明のトラブル発生。エンジンストップ。残念ながらここでリタイア。中谷ロードスターの真後ろを走っていたドリドリはフルブレーキングで失速。トップ争いはこの2台に絞られた。おお、この野郎、おっしゃー、バカ野郎、オープンだぞこの野郎。3周目1コーナー、大井ファルケンもここまでが限界か。よし、立ち上がりトラクション BSE。 ガオー。2台とも根性丸出しのアクセルベタ踏み状態。タイヤ比較というよりはもはや意地の比較テストだ。タワー壊れてるよね絶対。マシンが同じだけにコーナリングスピードの差が勝負のポイントとなる。今度はどうか。よし。シフトロック使ったら失敗だ。この2人のバトル見てください。ダンロップ下のロスを逃さず大井が仕掛ける。いった。おー、失敗だ。 F3000 ドライバーよりすごいぞ。
じいさま、これじいさま、いけないよ俺、本当に、来てよ早く。ガンさんはハットリジーグリッドをぴったりマーク。さあ、横に出るか。押してくれてるわ。出ました、掟破りのプッシング攻撃。おかげでハットリジーグリッドはぐんぐん加速。大井のインを刺した。もう一回掘り出しちゃえ。おい、ダメだよ、ダメだよ。いやだよ、絶対譲らないよ、絶対譲らないってなったな。ミラーが歪んじゃった。ミラーが見えないからごめんね、そっち側。うわー、なんか余計なのが来たー。ガンさんが余計なのが来たー。チームブリヂストンの総攻撃を受ける大井、ヘアピンもアウト側で踏ん張るが、今度は超互角の幅寄せ攻撃。あー、ひどい。あー、ひどい。うわ、ダート出てるよ。危ない危ない危ない。相当インチキっぽかったものの、バトルはハットリ G グリッドの勝ち。ベストタイムは単独走行の土屋 M7 が13秒台を叩き出した。これはやっぱり最終コーナーなんかね、回転の攻撃に死んでっちゃう。邪魔すんな。あー、すごい。これ俺はいい。一番で言ってもさ、やっぱこの差ってすごいよくわかるね。あ、挙動の差としてね、前の車と後ろの車とこう比べてみるとさ、うちのなんかはっきり言って進入はね、そんな変わんないところが多いちゃうの突っ込んでる。ただコーナーの限界中性、後半からね、どんどん追いついてるからね。だからトラクションとしてはこのパワーのないクラスにちょうどかなって思うね、ジーグリッド。黒沢さんの、あれなんで速いんですか。腕だよ、腕。ものすごい。そんなはずはないということで、大井次長は早速チェック。反則 S タイヤというわけで、今回のガンさんは各メーカーから発売されているサーキット専用タイヤのポテンシャルチェックのために登場していたのだ。枯れてるの。潤いにかけてるの。あのじいさまさ、なんで水まいてるかちょっとみんなで聞きに行こう。多分ね、ボケてるだけだと思うけどさ。たま、なんでこう香水状に水まくんですか。これ盆栽じゃないですよ、これ。これ今、女の子と遊んでるわけじゃないんですよ。サーキットだってね、まあ一般道はもちろん、ドライだけよくたってね、ダメ。ウエットでいかにいか。ここだけシャレで巻いてるみたいな、実は違う。コーナーもね、あいつらにわからないのに巻いてるから。ガンさんの指示により、ホットバージョン水巻き隊は3つのコーナーに分かれてウェット区間を作り出した。そして1ヒート目のトップとビリのマシンを交換。中谷号もスペアカーに変更。ウォームアップなし。第2ヒートの路面は今のところ誰も知らない。今度はスタート失敗しないようにしないとな。さあスタート。5台横1列から飛び出したのは M7 の土屋号とハットリ G グリッド。タイヤのトータル性能を実証することのできる大切なバトルだけに、全車一歩も譲らないまま1コーナーへ進入。うわ、すげえ、結構濡れてる。うわ、滑る。全車何事もなく1コーナーをクリア。しかし6台全くの団子、集団から抜け出すことができるのは誰だ。ダンロップコーナーのイン側はなんとでっかい水たまり。後続車はたまらない。どうなってんだ。どう、ちょっと、こうなると先頭は楽ちん。いい感じ、いい感じ、全然いい感じ。しかしこの先には最後の難関が控えている。どうなってんだ。あんまり危なくねえや。思ったより危なくねえな。全車手探りの1周目を終え、ここからが本当のタイヤバトル。今度は少しはついていける。ちょっとダメだな、これは。2周目1ヘアピン、トップを行く土屋選手がじりじりと差を広げ始めた。さあここで各車の挙動をチェック。よしよしよし、いい感じだな。危ね危ね危ね。
ンダートップ行ってるのは土田選手か。結果、挙動を見ても区間タイムを見ても土屋 M7 と中谷 F08 の良さが効く。さあ、中谷トランピオン、あと3ラップで土屋 M7 を捉えることができるか。1コーナー立ち上がり、大井が服部のインへ。しかしトラクションがかからず大カウンター。中谷すかさずその隙を突く。惜しい。中谷トランピオン、ヘアピンでアウトから大井ファルケンをパス。ゲットになればそんな条件悪くないな。トップはエスタイアのガンさんとランデブーの土屋 M7、 2位以下は依然団子。ガンガン攻める中谷トランピオ、1コーナーで服部 G グリッドのインへ強引に飛び込んだ。お抜いた。止めてやったぞ。まさに水を得た魚、中谷トランピオ号、 M7 の土屋号に追いつけるか。頑張れトランプよ。正直アドバンだ。土屋さんが早いな。4位に落ちた大井ファルケン、最終コーナーの進入は早い。おーやばい。危ない危ない。たまんなかったのが真後ろにいた飯田 RSV。 しかしよく避けてくれました。後ろでなんかいるぞ。後ろで絡んでるやつがいるぞ。後ろで絡んだやつがいるぞ。悪いのは全部こいつだ。こちらは先頭当選坊やじの車載カメラ。さっきとたや楽だの。中江号が迫ってきた。待ってよ。後ろが来てる。と言ってる間にチェッカー。ウェットバトルでは M7 がぶっちぎりのトップでゴールを決めた。ダンロップタイヤのファンの皆様、私は失礼いたしました。タイヤどうだった？タイヤ問題ないよ。問題ないよ。バッチリ。問題ない。企画考えた人はそういうことやってるんだ。ね、一番企画考えた人はどうだった？タイヤ。ウェットは気をつけてました。まあいろいろあったバトルも終わりまして、ここで冷静になって分析したいと思います。これですね、矢田部でもいろんなテストをしました。ここでね、成績が良かったのはトランピオ F08。 これはね大注目、ドライの精度もウェットの旋回もうぶっちぎりでトップですね。でこれが、まあ、サーキットになるとちょっとね、そのトータル性能、乗り心地とか、いろんな路面に対してのトータル性能を上げてるっていうところがスポーツ走行、サーキット走行に限るとね、ちょっと不利になっちゃったかなっていうところもありますけども、そういう意味でトランピオは注目すべきタイヤでした。さて、筑波のデータなんですけども、旧型のデータも一緒に入れてみましょう。まあ、各メーカーの2種類のタイヤを比べてみるとですね、まあ、大体、新しい方が良くなってるっていう傾向にあるんですけども、気になるのがファルケンとフォーミュラ。これはタイムが低下してるんですよね。で、これはなんだ、古い方がいいのかよって思う人もいるかもしれないですけども、まあ、挙動を見てみるとコントロールの幅が広がってる。でこれだけで運転がうまきゃそこはカバーできるだろうって考えるかもしれないんですけども、例えば路面が荒れてるとかね、途中にグリップの変化があるとか、そういう時にもう絶大な効果を発揮しますんで、やっぱり新しいタイヤの方が、完成度が増してるなと、これはもう誰が乗っても実感できるところだと思います。今回ね、とっても重要なポジションにあるのがこのフリップです。ウェットの成績、これはね、ちょっと悪い親父に邪魔されてた人とかいますから、ラップタイム自体そんなに、重要視してほしくないんですけども、皆さんは雨の日も風の日も晴れの日も全部使うわけですから、このウェットの挙動ね、特にバトルでのハンドリングとかをよく研究して
このウェットの情報っていうのは大切にしてもらいたいと思います。まあここまで見るとね、大体俺はこのタイヤがいいかなっていうふうに決まってきてるとは思うんですけども、ここでもう一つチャチャを入れたいと思います。これがね、この表を見てもらうといいんですけども、結構ね値段変わってくるんですよね。4本で5万円ぐらいのタイヤから4万円ぐらいで買えるタイヤまで、まあ、1万円以上の差が開いてしまっていると。でこれはもちろん性能とのバランスで考えてもらいたいわけですけども、まあ思わぬ差があるぞと、これは覚えておいてください。これはサーキット15ラップと矢田部のテストを走った後のタイヤなんですけども、左フロントタイヤ、まず M7 からいきましょう。このタイヤはね、まあ新しいこともあって、とにかくドライ性能もウェット性能も非常に高いレベルでバランスされてる。 G グリッド、これもまあ1年経ってるっていうのがありますけども、非常にバランスも高いレベルでバランスされてる。しかしですね、ちょっとね、あの味付けがおじん臭いかな。トランピオはですね、意外な実力、値段も安いし、これは結構狙い目だぞ。でもサーキットガンガン走りに行くときは、やっぱこれね、パターンが全部独立してるでしょ、ブロックが。そういう意味では、長い周回にはちょっと厳しくなっちゃうかなと。 RSV、 これはね今回ちょっとあのロードスターには合わなかったんじゃないかっていう意見がドライバーからも出てますけども、こうやって見てください、ね、これ似たようなパターンの中で一つだけ、これはもう主張がありますよね。全くこれだけはね、すぐに RSV だと分かる。この辺もタイヤにとっては重要なポイントです。俺はですね、ウェットが、まあ、ドライバーのせいもあって大したことなかったわけなんですけども、まあ、ドライ性能は非常に高いで、しかも減らなくて安いと。これは若者のサーキット走行用タイヤではないかと、まあ、これがね全体の、一言ずつコメントした印象であるんではないかと。だからこの中から、自分の欲しいタイヤはどれか、よく使い方を考えて選んでください。お疲れ様でした。プレゼントコーナー、今回は特にどっさりよ。横浜タイヤからは土屋圭一を3名様にプレゼント。え、どういうこと？今日は一日ありがとうございました。岩谷産業からはエンジンを元気にする添加剤 GRP を10名様に。石塚タイヤからはスピードマスターレーシングスペシャルを5名様に。ちなみに石塚タイヤには86番のためのチューニングメニューが用意されている。早い者勝ちだよ。すごく楽しかったです。ドリキンブランドのケティからは車検対応マフラーを1名様にプレゼント。もう肉は出てるって。そしてタイヤテストに協力してくれた5メーカーのグッズ、テストに使ったタイヤ、モーディアのホイール、イマージュのブレーキパッドをどんとプレゼント。今日エッチなカットをおまけに使うのやめてください。ホットバージョンからは今回のバトルインカービデオを各1名様に。また来てね。え、豪華でしょ。すごく欲しいっていう人はアンケートハガキをしっかりと書いてね。いくら買ったこれ。300万かけて死んじゃってるのか。いいな、これが新型のレミンです。